新型コロナ対策でいわゆるデパ地下などの入場制限を求められる百貨店では商品受け渡し専用のロッカーを設けるなど新たな取り組みを始めました。アプリで注文しておけば店内を回らなくてもロッカーでまとめて受け取ることができます。東急百貨店は渋谷の店舗で食品売り場の商品を専用のロッカーでまとめて受け取れるサービスを始めています。スマホのアプリで注文するとスタッフが商品を集め最短30分でロッカーに入れます。およそ450の商品が対象で来月から本格的に始まります。百貨店各社は出前や通販などにも力を入れます。